今日はお手元に資料はないと思います。とりあえずまずは7月の1日から5日にかけて、ポルトガルのブラガで、開催されました、ユネスコ創造都市、ネットワーク年次総会に出席をしてきました。その模様を お伝えしたいと思います。これはブラガの大きな会議室でありますが、80カ国以上650人が集まって、会議をさせていただきました。この中も私はここにいるんですけれども、非常に熱気のある場でありました。市長フォーラムではこの総会で採択されたブラガマニフェストに私を含め出席したすべての市長がサインをしております。ここに出ている通りであります。このマニフェストは国際的な目標である SDGs の達成に対してネットワーク加盟都市が貢献することを目指す共通のビジョンをまとめたものであります。はい、ここにはブラガマニフェストありますけど、またブラガ市長、ユネスコの事務局長補のオットーネ氏、事務局次長のバックス氏とも直接話することができました。今後市民の皆様方と一緒になった地域での取り組み、そしてネットワークを活用した国際的な連携を加速してほしいとのことでありました。私自身これがスピーチを行っている時の様子でありますけれども、市長フォーラムでスピーチを行い岡山市のプロモーションを行ったところであります。スピーチの後、岡山市が日本からの初めての文学分野の加盟都市となったということで、ドイツ、フランス、カナダ、サウジアラビアなどの都市からぜひ岡山と連携したいとのオファーをいただいたところであります。具体的に申し上げますと、ドイツのハイデルベルグからはハイデルベルグの日本語学科のある大学の大学生が交流の主体となって岡山の学生や日本市民との交流を行いたいという要請がありました。ドイツのブレーメン、グリム童話ブレーメンの音楽隊と童話桃太郎とが童話として関連することから絵本等を活用した子ども学校との交流などを進めたいとのことがありました。オーストラリアのメルボルンからはアジア太平洋地域の文学創造都市との情報交換を行うオンラインミーティングを行い今後の連携について協議していきたいという話があったところであります。私以外はフルで市の担当職員参加しておりましたけれども、彼らから話を聞くと、さまざまな母国語を持つ参加者同士が英語を使いながらお互いを理解し合おうとする温かい雰囲気に感銘を受けたところであります。ネイティブではありませんので、そういう意味で非常に、逆に通じ合うというかそういう感じを受けました。また参加者が岡山市に対して関心を持っており多くの連携の申し出があったことに驚いたところであります。岡山市でも文学による心豊かな街づくりを一緒に進めている民間団体等の関係者や作家の皆様などの文学関係者とともに創造都市ネットワークを活用した国際的な交流や活動を活発にしていきたいと思います。今後岡山市での文学分野での国際会議の開催、またオファーをいただいた海外のネットワーク都市との連携など具体的な取り組みにつなげていきたいと思います。国際会議については東アジア太平洋を中心として行い図書館関係者や大学関係者などにも参加を呼びかけたいと思っております。次に
私は市長フォーラムが終わりまして、フランスのパリに、向かいました。 OECD 本部の、チャンピオンメイヤーズ事務局を訪問、したところであります。ちなみに OECD の事務のトップはオーストラリアの人間でありますけれども、次長が4人います。その次長のうち1人が日本人でありまして、竹内義樹さんであります。たまたまではありますけれども、この竹内さんこれですね。皆さんよくテレビでも新聞でも出てますけども、今回勇退した神田っていう財務官がいますけど、その何代か前の財務官であります。一緒に、内閣で働いてたということもあって、給油を温めることもできました。会談では私から包摂的成長のための取り組みとして、市民の皆様と進める ESD、SDGs の推進と持続可能な公共交通ネットワークの2つの事業を紹介しま、いたしました。竹内氏からは持続可能な公共交通は OECD の研究の優先事項の一つである、また SDGs を支援するための高等教育館と都市地域の新しい連携プロジェクトなどの紹介があったところであります。またチャンピオンメイヤーズ事務局からのインタビュー、これがこれですね、インタビューを受けましたが、この中で、いくつかの質問事項がございました。この点について、抱負とか、岡山市がの SDGs の取り組みなどが中心であったわけですけれども、インタビュー動画は OECD からアップされると話を聞いておりますけれども、その際は皆さん方にもご覧いただければと思います。今回の OECD 訪問では、岡山市の政策を国際的に PR し、市のプレゼンスの向上につながる機会となりました。その他、在フランス日本国の大使館を訪問して、下川牧田特命全権大使に挨拶をするとともに、クレア自治体国際化協会のパリの所長であるムクタさんともお話をしたところであります。以上でありますけれども、全体として私の感想を言わせていただければですね、ユネスコの文学創造都市に加盟して本当に良かったなっていうように思いました。なぜならですね、私自身の話から少し入っていきたいと思いますが、霞が関にいた時は私自身は海外との関係はやっぱり経済の関係が中心であったわけです。経済での交渉というとどうしても政治が付きまといいます。そういう面で非常に何て言いますかね、本当にフランクにはなかなかできないところがある。特に国っていう制約が大きかったような気がします。岡山市に来て、姉妹都市の関係非常にフレンドリーに対応させていただき、彼らからも温かい心をいただいたところでありますが、そういう面では二国間二都市間の話になっていくというわけであります。非常に狭いといえば狭い。あとESD で多くの活動をさせてますもらっていますけれども、ESD 自身は非常に広い、なかなか焦点が絞りにくいと、そういう面ではですね、
今回のユネスコの会議自身、非常に多くの国から参加し、なんていうか制約があまりない、フランクな話ができるという面で、非常に有意義だったなというように思いました。先ほど具体的に、ハイデルベルグだとかブレーメン、等々の話をさせていただきましたが、それ以外もですね、例えば私個人として見ればレバノンの方、イラクの方、サウジの方、そういった方と話すことによってですね、今までの人生観とは少し違ったものを感じることもでき、それが政治と政治抜きで話ができ、文学という世界でですね、お互いが結ばれていく、そしてお互いがカルチャーショックを受けていく、変化が出てくる、こういったことはね、素晴らしいことだなというように思いました。今担当の方にも話をしているのはですね、これをこの死の中でとどめちゃいけないと、多くの文学ネットワークですからね、文学の関係者と一緒になって共有していく、これが重要だろうと。だから今申し上げましたけれども、東アジアを中心として岡山で国際会議ができないかという議論を今しております。そういった時にはですね、岡山ゆかりの作家であるとか、また文学での関連で仕事をされている方、一緒になって対応できればというように思っております。今日は案件非常に少なくて恐縮でありますけれども、以上で話を終わらせていただきます。ここからは質問をお受けします。質問のある方は挙手の上、社名とお名前をお願いいたします。OHK の竹下です。はいはい。負担金問題についてお伺いします。先月の28日に茨城知事とのトップ会談があったと聞いております。どういう内容だったのか、どういう感じだったのか、所感をお伺いしたいのと、あと今後どうなっていくのか、お話しいただければと思います。はい。まずはね、我々としてずっと会談をね、お願いをしてきたこともあり、会談ができたこと自体は私は有意義だったと思っております。で、かつ我々としてもね、お話をしたいことは少し申し上げたところであります。ただ進展という面ではね、その会議ではなかったのかなというように思ってます。で、会談の内容で今話をしたと申し上げましたけど、私としてはですね、知事側、そして県側に対して、約束は守っていただきたいと、また法律は守っていただきたいと、こういった点についてお話をさせていただきました。特に約束という点ではですね、以前お互いが合意をしたもの、約束をしたものっていうのが守られてないんではないですかと申し上げたところであります。これは少し前の話になりますが、4年度の負担金に関して4年度はお払いしますと、しかしながら5年度以降はお互いの協議の結論に基づいて支払うというように約束をしたわけであります。
しかしながら、協議の結論が出ていないのに、彼らの方から支払うようにという通知書が来る、等々のことになったということで、私は守られてないんではないですかと申し上げました。まあ、それについてはここは個別の議論をする場ではないということで、終わっておりますので、次回あればですね、お話をお伺いしたい。また今ペーパーでも知事さんに対してお伺いをしているところですから、まあ、そこで、ご回答をいただくっていうのもあるとは思っております。まあ、今後の問題ですが、今自身は何も決まっておりませんけれども、負担金に関して言えば、今市議会と県議会の間で、議論が動き出しました。ただこれは当然ながら当局として、協議を続けていかなければならない事項でもあります。我々としても県に対して、協議を続けたい旨は申し上げているところであります。それぞれの首長の会談を含めて、でありますけれども、協議は続けさせていただきたいというように思っております。トップ会談をもう一回やりたいっていう意向は終わりなんですかね。進展がないけれども、もうもう一回それをお願いするのか、もう事務方で協議をこの後続けていくのか、その待ちに待ったトップ会談がなかなかこう身のある内容じゃなかったっていうことで、とても残念なんじゃないかなと思うんですけども、もう一回それを急だったこともあるようですけども、もう一回こう仕切り直してやるみたいなことはないんでしょうか。希望がないんでしょうか。トップ会談、今言ったように首長の会談をお願いしたいという気持ちはあります。ただ当然ながらお互いのこれは協議の中で決まってくることでありますから、我々としてその前にやらなければならない協議があるのであれば、事務方の協議も当然続けていきたいと思いますが、首長会談自身は私自身はこれからもできればというように思っています。はい、その他ございますでしょうか。参議院新聞の佐藤です。はいはい。次回、まだこれからだと思うんですけども、うん、トップ会談があるとすればですね、どのように調整されて、いつ頃というふうにお考えでしょうか。そうですね、この沈黙が意味するところをお分かりいただければと思うんですけれども、まあ、ここ数年ずっと会談を申し入れて、おりました。今回急に会おうという話でお会いはしたんですけれども、その次の予定自身は決めてるわけではありません。ただ今竹下さんの質問にお答えしたように、我々としてはね、負担金について市議会県議会に任せるというんではなく、我々当局間で議論し着地を見つけていく、この努力を欠かしてはならないと思っております。そういう意味で私としては当然トップ会談を行いたいとは思いますけれども、それをこれからどういう、ね、協議の仕方で、やっていくのかというのは、もう少し、事務方の協議も含めてね、対応は検討していきたいと思っております。この数年間ずっとこの負担金の問題とアリーナの問題、その他もいくつかありましたけれども、トップ同士での話っていうのは必要だというように思っておりますおりました。今もそれは変わっているわけではありません。よろしいでしょうか。
瀬戸内海放送の淀崎と申します、はいはい、よろしくお願いいたします。先ほど の非公式の会談について、知事の発言の中で、市長が第一声から残念ですとか失礼という言葉があったという発言をされていたんですが、それについても少し市長の方から の受け止めといいますか、その発言についてどのように関連されたものなのか教えていただきたいでしょうか。そうですね、私が申し上げたのはですね、この数年間ずっと我々一つ一つの課題に対してお話しできないかっていうことを申し上げたところであります。28日の会談の前、26日に県の方からお話があり、28日にの一定の時刻に会おうということがありました。日時、場所、そして、議題が、議題、なんて言いますかね未来のことについてみたいな、そういう議題があって、やりましょうということだったんですね。本来、こういう、ある面信頼関係が相当崩れているっていうところは私も認めざるを得ないところあるんですが、それを回復していくためにこういう会談っていうのはあるんじゃないかなというように思っております。となると、通常会うときは一体いつ会いましょうか、どういったところで会いましょうか、そして議題はどうしましょうかということをお互いが虚心坦懐にね、お話をして積み上げていくものだろうというように思っております。そういう面で今回の件からのお話っていうのは、少し信頼関係というのをですね、回復する、そういう、なんて言いますか、やり方ではないんじゃないでしょうかというように申し上げたところであります。ありがとうございます。はい、あともう一点確認をしたかったんですが、知事の発言の中でですね、1年前の備前県民局管内のトップミーティングにおいて、会いましょうというような提案があって、その後の懇親会で県側の謝罪が前提として必要だというお話が市からあったということだったんですけども、市としてはその謝罪を県側には会う前提として求めてたんでしょうか。私は謝罪ということは一言も申し上げておりません。対談の中でもそういう、知事からそういう話があったんで、私は一度も謝罪はを求めたことはありません。それよりも例えば今お互いの約束を守ってるかどうか、法律なんかはね、県と、その時申し上げたのは、県と市の関係について全て、オープンな場所でおっしゃったことについてですね、もし間違えたということならば訂正をしていただければという話は申し上げました。謝罪という言葉は一度も使っておりません。その中で市としてその会う前提として謝罪が必要だというような認識を示されたということもないということで。はい、それは私は当然ありませんし、副市長担当からもそういったことを言ったという報告はありません。まず謝罪は、私はここでも言う必要はないと思います。我々自治体同士にとって何が重要なのかということであれば、お互いが話をして一つの合意点を見出していく、それが重要なの で合意ができればその合意を守っていく、
ということなんじゃないかなというように思います。それからあとはあの法律はね、一つは、まあ、法律制度そのものっていう、まあ、誰が見ても分かるそういう制度があるわけであります。もう一つは今度は法律の解釈っていう話がある。最初のこの、まあ、法律を見れば分かるっていうところはそこは見ていただきたい。解釈はね、確かに若干幅があるところがあります。そこはお互いが議論して論点を整理して、あのどこで、それは着地をしていくのかっていうのは基本的には両者の間でやるべきものだと思うんですが、それが本当にうまくいかなかった時にはまた、まあ、皆さん方にもご判断いただいたり、あの市民県民の皆さん方に見ていただくっていうのも一つだろうというように思っております。あのそういう面で、お互いのが話し合う、まあ、これはいろんなレベルがあると思います。先ほどの首長会談っていうのも一つのツールだし、それ以外もあると思うんで、まあ、あらゆる手使ってですね、やっぱり自治体間は仲良くっていうのを表現がいいかどうか分かりませんが、市民県民のために我々やっているわけで、私も市民であり県民でもあります。そういう面では市と県が一緒になってその幸福感の達成のためにね、動いていくっていうのが必要なんじゃないかなというように思います。その他ございますでしょうか。読売新聞の井上でございます。はいはい。これ前の質問と若干被るところがあるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、これからですね、まあ、県との、まあ、これまでの協議を求めてきましたけれども、まあ、この間の協議はまあ非公式でということだったと思うんですけれども、今後ですね、公式で会談をする、協議をする、で、これからのその課題解決に結びつけていくにあたってですね、協議や会談を実現するために必要な課題、取り組んでいくべきことは何だと思うかというところをちょっとお聞きしたいと思います。そうですね、それもまた難しい質問なんですけどね、まあ非公式っていうのが、まあ、今回、やりました、まあ、なんて言いますかね、そこで、まあ、一体はないの議論になるっていうのはあんまり良くないかなっていうふうには私自身は今思っておりますけれども、ただこれもお互いの合意なんですよね。まあ、今回はまあ、彼らの方からね、非公開でやりたいという話があり、我々としてはまずは会ってお話しようということで、それらは条件として飲んだわけでありますけれども、これからのスタイルっていうのはどうすりゃいいかよく考えないといけないなというように思います。ただ、まあ、前提今回は私最初の竹下さんの質問に異議があったっていうように申し上げました。これは何かっていうと、まあ、数年来会えてなかったことをあったという意味では私は大きな進歩だろうというように思います。だからこの前の会が悪かったとかなんとかっていうんではなくて、次に向けて何て言うか信頼関係が、まあ、完全に回復するっていうことにはなってませんけれども、回復するように動いていく、そのために、事前の前さばきっていうんですか調整をやっていくっていうのが重要だなというように思っております。ありがとうございます。
ございました。はい、どうございますでしょうか。すみません、NHK の安井です。とですね、向こうがまあ住めない人も入ってなかったの県の方がまあ会おうと言ってきたということなんですけども、なんかその方から見ていると、まあ、その両議会になんかその促されて、まあ、仕方なく会うという場を設定したというふうな印象しか受けなくて、県の方にそのなぜこのタイミングでその会おうと思ったかというそのモチベーションが何だったのかというのが今すぐ見えないんですけれども、何かそのこれまでと違ったその発言になり、前向きな質なりというものを、まあ、県の方から市長感じられましたか。まあ、先ほど最初にお答えしましたけど、まあ、今お互いが持っているさまざまな課題の中で、私は早く調整していかなきゃならないのは負担金の問題だろうと思うんですけれども、まあ、ここで、まあ、個別の話がは しないということで、終わってしまったっていうのは非常に残念だと思っています。したがって、まあ、県側の意図はなぜその時に会うということになったのかっていう意図は、まあ、負担金の解消というのも課題の解消というところに焦点があったということではないだろうというように思っておりますが、ただ今回は聞いてません、意図で、意図を聞くっていうのは多分議題整理から入らないと、お互いどんな中身で話をするか、別に言えば何のために会うかっていうことに、なってくると思うんですが、そこは調整しておりません。まあ、我々としても、今まで、ずっと会ってなかったものを会うということで一歩前進じゃないかということで、動いたということであり、安井さんがおっしゃってるような議論っていうのは、時々、外部の方からも伺ったりはしますけれども、もうそこは詮索せずに、会いましょうということで、やらせていただいたと。答えになっておりませんけれども、申し訳ありません。もう一点だけお願いします。負担金問題について、まあ、ちょっと、まあ、そういったことがあったということなんですけれども、アリーナについては何かその場でお話しありましたでしょうか。アリーナありません、ほとんど。皆無だったかどうかっていうのは、私もヨーロッパ疲れが冗談ですけど、記憶にはほとんど残っておりません。アリーナ問題よりもそういう負担金の問題などの方が中心だったということであります。はい、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で視聴記者会見を終わります。ありがとうございました。